かみました。瀬形優也一世、今の桐生、木の箱的中。これより本殿におきまして神事へと向かいます。南門総上神楽屋王権名言儀を行います。ここ明治神宮のご神職を先頭に諸役といわれるやぶさめのいろいろなお手伝いをする方、そろそろ実家に帰った方がいいんじゃないかな。その後ろに本日の指定が続いております。この中から決めようと思う。主役は下垂れを着てやぶさめに参加します。主役の役割ることは名誉なことでした。すごいな。何するんですか。解説聞いてます。ご観覧の皆様、どうぞ聞いてありますか。その後ろを本日の伊勢が叩いております。馬です。全然馬相当馬です。だいぶ馬です。あ、かわいい。こっち向いて、あの最後の馬ちゃんだけな、胃が立ってるね。ほら、面白いこと。一度馬場に入ってまいりまして、的のお払いが行われております。さて、武田流旧馬古実の伝承、明治神宮におけるやぶさめ神事は昭和7年1932年に奉納して以来、一時的な中断はあったものの、公益社団法人大日本旧馬会と旧馬文明古実武田流により、古来から伝わる厳格なルールに基づいて奉納されております。この古来より伝わるルール、すなわち儀式や作法、平安時代の官僚の出演に宇田天皇が宇大臣源義有に命じて旧馬の霊峰を定めまして、後に源家が代々増殿することとなり、旧馬の古実は新名三郎義満の昭和19年1944年から一時中断をしましたが、昭和28年1953年から再興され、現在に至っています。11月3日は明治神宮の例祭が行われる日で、明治神宮で最も重要な祭事です。当日は明治天皇の御生誕の日にあたり、この晴れの日にやぶさめ神事を奉納させていただくことは、4番手、又吉明にいて、馬は八竜です。
違ったこととみなされるようになりました。放射は1の的、2の的、3の的と馬を走らせながら順に進めの特徴でもあります。描かれた五色は木下土根水といわれる天空の池です。戻っちゃった。今引いてないよね。大和さんのあれかな。非常に早い馬で、みんなの姿勢が上がっています。水泳の女性の手で、吉永小彦一馬は現場。3番手は小西。4番手、又吉明に行って、馬は飛竜です。的に当たらなくても、花や竹串に当たっても当たったこととみなされるようになりました。放射は大きくなります。打ち込みました。吉田朝子一世馬1の的的中、2の的的中、3の的的中、吉田朝子一世馬は打ち込みました。小西博明一世馬は一世、1の的的中。動画にするといいです。では又吉明にいて馬は8流打ち込みました。1の的的中。真ん中でもある博明いての左側につけております黒い囲碁手ご注目ください。扇が帰りました。2番手遠藤康江いて馬は水星です。打ち込みました。8の的的中。打ち込みました。瀬田優也一家馬は8流1の的的中。2の的的中。いや前置きがさ3の的的中。瀬端優也一世馬は8流1の的、2の的、3の的続いて的中でございました。扇が帰りました。5番手完熟は有本大輔一手馬は秋月でございます。打ち込みました。1の的的中。だって大馬さんもさ、もう一回待ってたのかな。もう一回見る。右側にじゃん、これとか。1の的的中。このくらいの風でも結構打ち込みました。手が立ち上げて1の的的中。もう相当2の的的中。本当だ、なんか模様本当だね。大きな変わりました。1番手秋山和義にて今乗り換わり出てるのが4人だから打ち込みました。この数が田中の3等目長いね、あの3等目なんか畑の馬がなんか締めてるのかな。何言ってんだよって言ってんだよ。誰かそんなこと言ったっけ、そんなこと
惜しかったな、当たるかなと思ったんだけどな、見てて。だんだんなんか矢が見えるようになってきたね。ミノマト的中。難しい。両方だ。Thank you.